皆さんこんにちは。今回はドライフルーツとナッツのユスティックを作ります。今回は少しいつもと違う練り方をします。ボールの中で生地をよく混ぜてください。結構粘りがありますので頑張って練り上げてください。練り時間自体は短いです。約3分ほど練っています。生地が練り上がったらラップをして30分ほど置いておきます。生地を置いている間に具材を準備します。くるみは下準備でローストして砕いておいてください。あとは全部を混ぜておけば準備終了です。30分経ったら生地を取り出します。取り出した生地を数回折りたたみ、台に叩きつけます。これを繰り返していくと生地に針が出てきます。針が出たら先ほど準備した具材を混ぜ込んでください。具材を混ぜ込んだらまたボウルに入れて、30度で40分置きます。時間が経ったらマットに生地を取り出して折りたたんでください。折りたためたら再びボウルに戻して2倍の大きさになるまで発酵させます。2倍くらいまで発酵が進んだら生地を取り出します。この時ガスが抜けないように注意してボウルから取り出してください。取り出した生地は20センチ角に伸ばしてください。生地を伸ばしたら両方向から中央に向かって2つ折りにします。2つ折りにしたらスケッパーで4個に切り分けてください。切り分けたら30度で発酵させてください。発酵中にオーブンを300度で予熱しておきます。発酵が終わった生地は表面に強力粉を振り、クープを入れてください。入れ終わったら霧吹きで水を吹きかけてから焼成です。230度で20分焼いたら完成です。